ピースの角度は180度。どうも、人外です。確かにお前は人外だけども、何の縁もない YouTuber の挨拶をいじるな。なんかランキングの見方を編集してる時に急上昇動画垂れ流してたら流れてきた。しかもたまたま流れてきただけかい。というわけで今回の背景はマウスです。雑談の背景じゃねえわ、実況だ。初耳、嘘やん。さて、今回はマウスと言ってもただのマウス動画ではございません。なんと、超重戦車マウス4両軍隊でーす。いや、ドンソクと地下4機とか外役軍隊じゃねえか。なんや、好きな 8.0 車両で 8.0 マッチに来て何が悪い。ここまで開き直られるともうかける言葉も思いつかないぜ。なんかたまに持ってくる車両にあれこれ言う人いるけど、やっぱりそういう車両の選択って勝敗に大きく関わるのかしら。まあ関わるんじゃないか。明らかに格下の車両は戦力外通告受けてるようなものだけど、同 DR 隊でもそういうのがあるみたいね。ウプ主はそういうの疎いからさっぱりだぜ。よって車両がどうとか言われてもよくわかりません。よって明らかに OP だったり弱い車両がいたらコメント欄で教えてくれだぜ。普通に興味ある。よし、開始1分が経過。530メートル先によくわからん車両発見。AMX50 だな。フランスの戦車だ。へぇ、フレンチか。美味しそう。一発撃たれろ。ラリルレロ。てか照準ブレブレじゃねえか。一発撃たれろ。撃たれたわ。なんで2回も行ったの。2回目のタイミングは狙ってたでしょ。いや私は何も知らないし、あの AMX50 とは何の関係もないぜ。だったらなんなのその早口。そんなことより修理修理。マウスは重装甲も魅力だけど、6人の搭乗員による撃たれ強さも素晴らしいわね。弾薬庫に入る以外では搭乗員が一撃で全滅とか滅多にないもんな。敵に先手を譲りがちな用心にはありがたいですな。後ろのマウスたちは別の敵を睨んでるな。そっちにも何かいるのね。さて、私たちはこっちに集中。あの AMX50 は駆逐戦車みたいだな。あいつガチガチだ、抜けねえ。この BR だと化学弾や APFSDS 持ちが当たり前だからな。ちょっと火力不足かねえ。目標変更しましょ。こいつはちっとばかし厳しいでっせ。ではマウスの分隊さんに加勢しようか。T54 が2両いるわね。T54 がどんなのか知らんけど、なんかあれだろ、あの茶碗ひっくり返したみたいな砲塔の。ああ、あれねあれ、なんかその、被弾軽視みたいなやつ。軽視じゃなくて軽視だ。ああ、それそれ被弾軽視。てかあえてスルーしてきたけど、その砲塔はなんだ。ああ、これ、これはファックマウスのシンボルのファックよ。堂々と言わないでくれ。でもこういうアウトなワードを積極的に声を大にして発信すれば、YouTube の響き厳しくなっていく規制に一石を投じれるじゃない。 YouTube の規制に立ち向かうには無力すぎるぜ。我々クリエイターはボタン一つで収益化剥奪万事。アディオステゴシ。無事昇天と。よし、このまま占領しちゃいましょう。そうだな。やっとティガーが小さく見える不思議。さすが超重戦車だな。ところでマウスはこういう占領中とかにずっしり構えて迎撃できるときはいいんだが、予期せぬ方向から急に現れる敵には対処が遅れるよな。まあこれだけ動きが重いとね。だからある意味超重戦車キラーは高機動な高貫徹車両かもしれんな。確かに、足が速くて化学弾撃てるやつはマウスにとって脅威ね。なんて言ってる間に空行ってますやん。乗ってるのはジーナのプレセリエね。BR が下がって少し息を吹き返した機体だな。プレセリエについては実装時と同様の 8.0 でも許せる。8.3 だとサイドワインダー4つ持ちのクーガーとかいるもんな。でも今のままがちょうどいい気もするけどね。さあキャンベラに M3 グローニングの飴をねじ込むぜ。その前に突っ込んだから判定もらえたわね。うまうまだ。次の目標はアタッカーね。さっきやり損ねたからな。次こそはアフン、例のバルカン対空車両やで。毎分3000発のレートに屈した試作ジーナでした。圧巻の射撃量だぜ。瞬殺だったな。被弾してる感じしなかったもんな。お、アタッカーの撃墜判定もらえたぞ。やった？この後はどうするんだ？サイパンでバカンスかな。お前の休日スケジュールじゃねえ。次の立ち回りだ。あ、なるほど。そっちね。どっちだ？何と誤解した？いや、てっきり76年前の7月にサイパン島で何をしたいか聞かれたと思ったのよ。お耳終わってる。てか76年前の7月のサイパン島は激戦の末に米軍の手によって陥落してるんだけども。私が行けば戦況が変えられるかも。無理があろうと思われます。そんなことより今の戦闘に集中しなさいな。お前がそれ言う？ダメだ、敵が全然見えねえ。ネームの下に撃っても何か障害物があって砲弾が通ってないみたいね。たまーにネームが緑になるからそこ狙いましょ。黄色かもしれんけどな。てか難易度タッカ、ただでさえエイム終わってるからな。やっとティガー君が車線塞いでくれてるから、ポジションを変更しようかしら。あー。落ち着けレイム、わかるよ。敵が見えないのはわかるから。こういう気とかで敵見えないの嫌い。上手い人はこういう時にも当てていくんだろうか。そういう人に私はなりたい。だからお前は人ではない。しょぼん。はい、見事に切るし損ねました。でしょうね。でしょうねって。まあ岩裏の T54 やろうぜ。あいよー、リロードの長さが目立つな。まあエイムが悪い分しっかり狙いましょう。あ、スモーク焚き上がったあいつ。いいもん、場所覚えてるもん。天板いけるか。わっしょい。
派手に言ってくれたな。ただでさえキルの少ない試合だからね。撃破時くらいは派手に言ってもらわないと。動画を量産するとはいえせめてキル数くらいはな。まあまあ、編集のリハビリってことでいいじゃないですか。陸戦のリハビリもしろよ。まあ過ぎたことだ。言ったって仕方ないだろう。だから自分で言いますか？誰かが声を上げねばならぬ。ただかっこいいだけのことを言うな。まず、このヤクトラを先に行かせて。おいこらどきやがれ。動けないんだお。なんか言った？よくわからないわ。とりあえずヤクトラを壁にしてついていきましょ。超重戦車が壁を求めるのか。だって弾当たったら痛いじゃん。その息じゃないだろ。敵の T32E1 だ。盛大にすか。そのためのヤークとティガー。駆逐戦車頼みの超重戦車ってなんだよ。ただの陶器か。はぁ、気づいてしまったか。結局キルアシストでした。残念すぎてハゲそう。はい、ソラです。試合の勝利が拡張に変わった時、最後の悪あがきと言わんばかりに戦闘機に乗り込みました。ちなみに LA15 とかいうビジュアルが苦手な機体です。苦手なんか、困惑。低翼機が好きなのよ。基本的に、まあ別に例外とかたくさんあるけどね。好みではないと言われた LA15 くん。どこか寂しい。結局戦果は上げれたのか？惑星密通をするという快挙。無駄に航空機をダメにする暴挙だろ。ゴミのような航空戦の末終戦です。ひどすぎー。結果発表だ。唐突なそれはやめろ。結果は2機撃墜、3両撃破、3キルアシスト1戦両の1位。薄く広くやったな。頑張る。お前もか。さて結構陸の動画増えてきたけど、全然空には追いつきませんな。まあ陸は引き続き頑張りつつ空も再開していこうかな。アークも3月入ったしやっていきたいな。そうそう、前回からエンディング変わったけどどうしたの？エンディングデータが消えたから新しく作ったぜ。なるほど、それであの短編を意識したエンディングになったのね。それでは、今回はこの辺で、アディダス。